いつもありがとうございます、パーソナルブレイクで SHR さんから、はい、ゲームオブスローンズのインフレクションズですね、はい、3パックのものです。はい、それのインターナショナルエディションですね。もう US 版はもうないので、はい、あ、そっか、ここです。で、中に3パックですね、入っております。で、サインカードは2枚は、はい、確定で、もう1枚は何かという感じです。その何かは、まあ、もう1枚サインカードだったりコスチュームカードだったり、スタンプカード、プレートカードありますね。はい、じゃあ1つ目、はい、お、スリーブに入ってるのはパラレルもあるんで何とも言えないですけど、あ、これはコスチュームだ。はい、あ、サーセイのコスチュームですね。はい、ワンケース20なんですけど、まあ3枚ぐらいかな、うん、コスチュームは、はい、20分の3ぐらいしかワンケースで出ないですね。で、サーセイと、ティリオンとね、あとターガリエンがいますね。シリアルとかはないんですけど、はい、VR8。まあ、ケースで3枚ぐらいしか出ないものですね。で、これはインターナショナル版限定、裏表、ハウンドとね、アリア。ね、この組み合わせなんですね。で、このレギュラーカード。あ、切ってますね。よいしょ。あと2枚はサインカードですね。よいしょ。この下かな。あ、おばあちゃん。はい、治療してた？しなかった？見過ごした？どっちでしょうね。真意は分かりませんが、はい、直せな、わざと直さなかった。はい、ね、シーズン1かな、ですよね。で、 3D のカード、これはね、はい、ドラゴンが炎を吐いてるところですね。で、レギュラーカード、で、スリーブ入ってますけど、パラレルかな、どうでしょう、この下、よいしょ、あ、サインですね。あ、タラー・フィッツジェラルドさんは、はい、あの、いろんな作品出てますね、結構有名な、はい、女優さんです。はい、バラシオンのね、はい、いい役でしたよね。プライスもそこそこちゃんとついてたはずです。で、このカードは、2014年に、シーズン4か5ぐらいに入れられてたサインカードだと思います。デザインが違うんでね。はい。一応、バイバック的なのも、はい、この商品から出ますんで、はい、これは50枚限定31番。はい。ね。ね、ジェイミーとね、もうね、はい、で、これね、いい役でしたね、ね、はい。はい、ということで、サイン2枚と、ヒットワークのところが、こちらの、はい、計算ぐらいの封入で入れられているコスチュームカードでした。はい、ね、サインの方も、まあ、タラさん出てれば OK だと思います。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。